い人やな。めっちゃ盛り上がってる。わー、こんにちは。出た。こういうのもなんかめっちゃワクワクするからさ。これ枕やって、今メルちゃんがこうしてる。仕上がりがめっちゃ楽しい。なんか慣れてきた。こんにちは、グッピーこずえです。好きです。今日はどこに来ましたか？わかんない今日はワークマンの秋冬新作発表会にやってきました。イエーイ。めちゃめちゃテンション上がってる。なんでかって言ったら、すごい楽しい仕掛けがいっぱいあって、早速な、誰がおったっけ？パパ。違う、さっき何かおったやん。葵くん。葵くんって言ってるのがこちらです。最初にワークマンのジュニアコーナーにやってきました。どうしようなぜかというと、この前2人でな、奇跡の1枚っていうのを撮ってもらってんな。どんなやった？楽しかったな。だから今日もちょっと撮っていただくので、先に月ちゃんの服を選びます。月が着たい服選んでや。でもこのミッキーさんめっちゃ可愛いで、いろいろ見てみよっか。100。あ、でもなんか下、これ120です。これ120です。いけそうやんな。すごい、めっちゃ使いやすそうやんな、ね、これ。いやもうね、それ履いたらやめられなくてもずっとこれ着てる。今選んでたら丸七さんがサロペット見にやってきた。え、着てるよね。これはそう、ワークマンのサロペット。ワークマンのサロペット着てる。なんかほら似合う、かわいい。めっちゃポッケあるからさ、イベントとかあった時にティッシュ入れたり、なんか鍵入れたり、もう三脚入れたりとか。あ、なんかもうキャンプだけじゃなくて着てる。それは今見てるの。これさ、これもまたサロペットっぽいんだけどさ、すごいボタンなんやろこれ。これはね、ここにつけられた。なるほど、めっちゃいい。すごい、車中泊の車中泊姫ですもんねあ、かわいい、似合う。黒似合うわ、やっぱ白いもんね。北海道の人、色白い。そうなんか似合う、黒似合う、似合う、かわいい。それこそマタニティウェアにもいい機会だった。確かに。これの中から選んで着せてもらおうか、後で。私でもこれ似合いそうやなと思うんだけどな。ね、かわいい。もうすごい安っ。子供用で。あ、子供用の帽子も出てるんや。すごい、かわいいし、780円。すごいな。この前はスカート履いてたよねって覚えてくれてはる。黄色のスカートじゃなかったっけって言ってくれた。あ、かわいい。でっかいよね、これね。ちょっとでさ、去年欲しかってんけど、これさ、なんかさ、でもな、ここがもうちょっと空いたらさ、この前が前を抱きながらでもいけるやんか。だからそれができんたらもっといいのになとか思って。サイズ大きくしたらいけるんじゃない？いかれ。サイズはワンサイズ。いや、全出ないんじゃない？ああ、こうなってるから。そうそうそう、こうなってしまってるから。そうなの。ね、ぜひここなくて、ここら辺まで開くバージョンも。い
送ってくれたら。これが悪いんじゃなくて、前が大きすぎるのが悪いいや、こっからこう出たらめっちゃいいやん。こういうのあるやん、なんかアウトドアメーカーでも子供着ながらできるポンチョみたいな。スカートかわいい。チットキャンプのエリさんです。わーこんにちは。わーめっちゃおしゃれなこのインナーカラーが。そう、紫に最近しました。かわいい。キャンプエリアの方に行ったんですけど、はい、あの良さげな寝袋を説明していただいて、そのまま流れで。そうなんです。なんかいいのありました、他キャンプコーナーに。シュラフ。シュラフ、なんかすごいお口が可愛いタラコ唇のシュラフが。じゃあちょっとそれ探しに行ってみます、はい、私も。よいしょよいしょ、取らせてもらった本田とかちかやです。ダン、ありがとうございます。なんか言うてくださいよありがとうございます。まさかこの東京で会うなんて。そうなんですよ、東京か市川町でしか会ってないですもんね。朝10時ぐらいに来てもう撮り終わって帰るって。もうそうですよ、東京遊びに来た可能性あるんですよ。言いますわどこ行くんですか。この後三浦麻友さんと YouTube 撮るんですよ忙しい用事、変な用事。そうですよ、変な用事、まあ、変な用事行くんですよ。あの奥に過酷道っつって、本当にあの大災害が起きた時に、あのほんま移動せなあかん時に、ワークマンさんの服全部着て、足がなんかこう釘を踏んでも突き抜けないシューズがある。それを踏んでやって、あとキロか10キロぐらいのリュック背負って、あの雨風すごいなんか歩いていくっていうところがあるんでめちゃくちゃしんどいです。過酷道、もうここまでびちゃびちゃになるんで、それ覚悟して。そう、なんかいろんな人のおすすめ聞いたからちょっと行ってみよう。おすすめな、うん、なんかやっぱさ、キャンプやってる人もさ、ハッピーな人多いよな。ああそう、市川くんもハッピーやった。ハッピーやった一番ハッピーやったんちゃう。なんかすごいな、あれ潜るやつじゃないやろ、トランポリンじゃないやろできたっていうやつやろほんまや、潜りに行こう。はい、じゃあ私からあれ、月に変わってる。やってる。いや居酒屋ちゃうで、居酒屋の出てき方すなよあれ爆睡やねん。サイズで言ったら 100L らしいです。いやごっついなそのタオルが本物の現場の人みたいになってる今日はどうですか、忙しかったですか。はい。何作ってたんですか。ご飯。ご飯かい。キャンプコーナーやった。キャンプコーナーやった。すごい。なんかこの食器欲しいんやけど私、うん、食べたらあかんで。そうそう、包丁しまうやつさね、なんかこういうのも某メーカーからも出てるけどすごい高いね。いいね、このポットかわいい。これがあったら次コーヒー入れれるんちゃう。すいません、コーヒー一つください。ジョイヨーズ、バイオマス食器3点セット。うわー、何作ったんですか。カレー。カレーですか。焚き火。焚き火な、これな。これでもさ、月ちゃん危ないから体験できないわね。こういう体験もやってるんやって。こんなん月やってみたい。こういう薪とか切ったりやってみたい、うん、あ、ほんじゃあさ、今度やってみようか。わー、出た出たあ、これ前もね、前も行ったね、このテント。いやー、いいやん、靴脱がなあかんで、ね、薪ストーブの穴が開いてんねん、これね。ここちょっとなんか違う加工されてる。え、それ違います、使い方間違ってます。こんないっぱい入れるな。雨降った時になんかちょっと隠れた方がいいよね。もう取り外しできねえでな。このシェルターだけとしても使えるみたいな。アオリナさんです。初めまして、アオリナです。初めてお会いできました。いつも見てます。そう、アオリナさんのツイッターよく私
見てておにぎりを真似したり、いいのありましたか、キャップ。いや 今来たばっかりで。あ、本当ですか。この辺のマットとか初めて見るんで、ちょっと見てみたいなって思ってます。よろしくお願いします。勉強させてください。ありがとうございます。すいません、ままごとじゃないっすよ。これこれ、なんかネットがちょっとざわついてた。ミニメスティン、普通のお肉。ほんまや、これ焼きやすい。こうする、こうや、つけ。美味しそうに焼けるよな。なんかいいなと思っとった。上鉄板に使えて下と一緒にご飯も炊けたりするみたいな。ちょ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 、足に落ちたら痛いで。ご飯がいいやつや。こういうのもなんかめっちゃワクワクするからさ、私こういうのいいよね。え、これ欲しいな。これでなんか作ってみたくない？ほら見て、メスキットパンミニ。やりたい、こんなん。これ欲しい。これ一人用の。あ、これだ。これ私もめっちゃ欲しかった。なぜかというと、この四角メスティンがめっちゃいいなと思って。でもバラ売りはしてないねんか、これ。これさ、何がいいってさ、あの袋ラーメンがさ、まんま入るみたいな。袋ラーメンがまんま入って調理できるやんか。これ何がいいって言ったら、自分のタイミングでお肉焼けるっていう。いや、ソロキャンプは実はみんなそうやねん。いや、いつも家庭で行くともうどっさってなるから、ちょっと自分のタイミングでゆっくり食べたいから。みんなソロキャンプする理由やねん、それが。みんなソロキャンプする理由それやねん。じゃあソロキャンプやってみたい、するかもしれへん。やってみたい人や。これすごい、こんなんもできてる。バーベキュー用ヤシ柄のやつの豆炭みたいなやつ、お手軽にできる。あ、そう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 、これめっちゃいいとか言って、なんかの前の展示会でもすごいこれを撮ってる YouTuber の方おった。これお母さんに買ったろかな。ミニトーチバーナーやって、見て、キャンプにもいいけど、花火にもいいけど、お墓参りにもいいって書いてる。でもなんか線香ぐずるもんな。そうそうそう、そうじゃない、これお母さんに買ったろ。ミニトーチバーナーは年配の方へのプレゼントに最適です。すごい、三畳仕込みのグリルパン、これがもう2500円で買えるもんな。なんかちょっとちょい重いけどな。お、月でも組み立てられるっていう。ほんで、ほんで 10.7 年ワークマンのこれ好きだな、焚き火シートね。消耗品やしね。1280円。ね、いろんな色が出てるパラメイトブロック、15m で350円。おはよう、おはよう。なあなあ、みんなでさ、せっかくさオーバーオール着てきたのにさ、ずっと寝てるよね。ね、おもちゃんな。こっちもディズニーのやつある。クーラーボックス、何やろ。あ、クールボックス、そうそうそう、クーラーボックスなんかな。すごい、めっちゃ可愛い。かわいい、見てミッキー。ジブエ吹いてる。ジブエ吹いてるわ。見て。それあのメルちゃんのフライパンじゃない。メルちゃんサイズやな。メルちゃんサイズやけど。こんなんも499円って、メルちゃんのフライパン買うより安いな、多分な。メルちゃんのフライパン買って、ママ。今日ここでは買えないね。また買うわ。メルちゃんのフライパン。めっちゃいい、これ折りたたみに便利な。すごいいいね、これ全部折りたたみに便利なシリーズや。すごい、さっきのテント後ろもこんだけ開くんや。めっちゃ楽しそう。すごい、じゃあなんかいいね。僕もよしたって。そうそうそう、そうやと思う。見て、耐久ホステル、クエアシェルター、19,800円やって。すごない？さっきさ、なんかたらこ唇のさ、メルちゃん、さっきたらこ唇のこれだな。メルちゃん、すごい。どう、月？あれ、あ、おったおったおった、出てきた出てきた。
なんか新種の生き物みたいになってるけど。頭出てます。あ、確かになんか今頭出てます。そのお腹の中におった時のこと思い出しそう。で、どこが枕になってるんですか。ここが、このここにあるんですね。あ、枕があんねん、手つき。あー、なるほど。これ枕やって、今メルちゃんがこうしてるとこが枕。へえー、すごい、いいな。めっちゃいいやん。ダウンなんだって、素材が。これいくらですか。あ、結構ワークマンにしたら、ダウンの量が少ない。あ、そっか、マイナス2度マイナス8度すげえ。メルちゃんのカバンみたい。メルちゃんバッグにもいいやん。ありがとうございます。一緒のピンクの色味。たー、イカチキー、お持ち帰りに行こう。あ、持ってる。なっちゃんも会場に来てました。やっとだけあったもんな、京都で。うん、そう、久しぶりやけど、京都高島屋のそう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 、あの時にイベントでちょっとだけお手伝いしに来てもらって、それでちょっと3人で喋っとったり。そう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 、そう、久しぶり。うん、どうでしたか。なんかいろいろ見てきて、今から奇跡の一枚。あ、思いや、思い出作りに。それでは、ことちゃんの奇跡の一枚楽しみにしてほしいと思います。やってくれたー、キャンパーイ。緊張してる。してない。すごいメイク大好きなんで。そうなんですよ、可愛いよ。そうですけど、化粧品ダメだったやつとかあります、今まで。特にちょっとおー、めっちゃ嬉しい。めっちゃ喜ぶかもしれないです。うわ、すごい、ちゃんと自分で選んでる。めっちゃおもろ。ハートか、ちょっとハート、どうしようかな。でもリンクさせたいですよね、せっかくだから。すごい、めっちゃ嬉しいやろな。ピンクの煙が出てる。冷めてます。はい、すごい。うん、ピンクの煙が、仕上がりがめっちゃ楽しい。仕上がりはどんな感じですか。じゃーん、ふわふわ。こっち見て。ふわふわ。うー、いいやん。どう？嬉しい？気持ちいい。ね。で、ママは？じゃーん。面白い感じで撮ります。次。どう？次。いやー、バッチリやん。バッチリや。顔、私どう？かわいい。もうちょっと後ろから見せなさい。あ、かわいい。出てきた。いいですね。じゃあママちょっといろいろポーズ変えてもらっていきます。ちょっとだけ入りましょうか。はい、ママちゃん、かわいい。はいはいはい。なんか慣れてきた。あ、かわいい。Thank you.
クコちゃんっていうの。ワクコちゃん。はい、チーズ。笑って笑って。会場でこういうね、地図をもらったんですけど、これがまさかの奇跡の一枚のところに自分がおるっていう、すごいチラシに載ってるとか思って、さっき帰ってきてめっちゃテンション上がった。